こんにちは。何をお求めです。どの団員さんをお呼びしますか。ようやく私の出番ってわけね。そろそろ出航しましょうか。僕はいつでも行けますが。準備完了です。では行きましょう。すごい、甲板が元通りになってる。なんじゃこりゃ。気に入っていただけましたか。最新式のエーテル砲なんですよ。あんたの仕業か。こんな物騒なもんグランサイファーには。これはですね、とある商人に実用試験を頼まれていたものなんですが、フラグシップモデルの最新式でして、内部飛行にエーテリアルメカニクスを採用し、この比較で射程命中精度、発射速度が。ローランさんってああいうのが趣味なわけね。ところで団長、ルリアとの命のリンクは無事だろうか。多分大丈夫です。だよな。ってことはつまり。そうね、逆に考えれば団長さんが無事ならルリアちゃんも無事ってことじゃないかしら。うん。ルリアをなんとかの巫女とか言ってたな。傷つけるようなことはしねえんだろうよ。マジか、そいつはすげえな。そうでしょう、そうでしょう。そっちの話はまとまった。ああ、このエーテル砲ってやつがとにかくすげえんだと。やれやれ、ローランドにうまく乗せられているような気もするが。さあ、目指すはロンターニュ島、標的は教団の機関アムルタート。ルリアちゃんを救い出しましょう。おい、ベンリアの兄ちゃんが資金のかよ。ローランですから、名前。うん、なんだろう。どれどれ。お、よし。風向きはよし、いい流れに乗れてる。全速で追いかけるぞ。ルリアを救世の巫女と呼び、私たちの元から連れ去っていったアビア教団。教団の目的は一体何なのか、この空域で何が起きようとしているのか。不可解なバハムートとフラカーンの暴走、これも何か関係があるのかもしれない。私たちはローランさんの情報をもとに、教団が向かったというロンターニュ島へと舵を取った。追いついたぜ。速さならグランサイファーが上だ。
だな。全ては救済のため。そっちから来てくれて手間が省けたわ。さーて、ひと暴れしますか。もう一丁。行きなさい。次から次へと。ほらほら、手強いぞ。油断するな。力を貸して。そんな、受けてみなさい。でやっ、遅い。やったな、おととい来やがれてんだ。待て、この音は。嘘、何あれ。武装しているとは聞いていたが、司教官がここまでのもの。まずい、撃ってきました。おいおい、このまま撃たれっぱなしじゃやべえぞ。皆さん、エーテル砲を。それを使って応戦してください。わっ、手応えありだぜ。これでどうだ。しまった。さあ、もう体当たりしようってのか。ローラン、間に合いません。ここまで殺されたと。教団は一体何者なんだ。さっきの衝撃でエーテル砲がダウンしました。ここは発見点で迎撃を。さあ、本気出していい。来ないよ、デイオムキューリー。上がれ、前に来た、くらえ、それ、この、ほらほら、やるのか。侵入されたぞ。ドロイタバルサの展開、各艦迎撃せよ。皆さん、展開側面の砲台を。待ってろ、すぐにやるぜ。まずは一機壊したぜ。アイクローは狙われている。突っ込む。まだまだからの、はい、それ、いけ、しょ、もう一丁。グランサイファーへの攻撃はこれでできねえはずだ。ダメンタクを紹介。どうなっている。この勢いなら、
間に合ったようだな。ああドキドキした。バカな、こいつらは一体。みんな後ろよ。なんか飛んでくるぞ。アンカーを引っ掛けたのか。めちゃくちゃシュール。消えてる方はまだ使えねえか。だが何とかしねえとまずいぜ。このままでは船体が引き裂かれかねない。アンカーを直接破壊できませんか。どうするしかなさそうね。急ぎましょう。コーナーでインオンバキューリー。おこじ取れたと。先日アンカー脱落。3番艦に造影要請。よっしゃ、どんなもんだ。さすがです。もう一つのアンカーもお願いします。もう一丁。ここだ。遅い。まだまだ。せやこんな砂抜け。突っ込む。なんてやつらだ。打覚失敗。繰り返す。打覚失敗。やりましたね皆さん、お見事です。グランサイファーはまだ飛べそうなのか。はい、素晴らしい船をお持ちで羨ましい。さあ、このまま一気に追い上げましょう。赤い船が雲に突っ込んでいきやがった。このまま後を追います。視界が悪くなるのでご注意を。待ち伏せされていた。もう許せねえ。おいで、エーテル砲はまだか。いけそうだ。ぶっ放してやろうじゃねえか。来なさい、全部撃ち落としてやる。当たれ。解放する。受け止めよ。皆さん気をつけて乗り込んできますよ。アビアにあだ名を頼め。このままではお互い道連れで墜落してしまいます。なんとか引き離さないと。また私たちが乗り込んだ戦艦を壊してくるわ。それしかなさそうです。お願いします。任せてきて。墜落なんてごめんだからな。ここだ。まだまだ任せたよ。休みだぜ。ここからだよ。言われなくて承知した。あとは私に任せて。侵入させるな。何としても捕らえろ。アムルタータには近づかせない。巫女をお守りするのだ。助かる。出会う全員を強化。本気出していいぐらい。インフィニットワンダーぶっ飛べ。もう一度私に行く。電気が抜けないわね。イオちゃんが集中できるように私が暴れてやるから。ナイス。ダンス突っ込む。どういう話をしている。何を。当たれ。受けてみなさい。もっと力を貸して。せやインフィニット。これでクランサイファーから離れてくれよ。リビン様、殺されに救えよ。インフィニ
イファーの甲板へ。そのまま滑り降りてください。スリル満点だったわね。たく、白髪が増えら。右舷の敵艦が健在なままだ。何か手はないものか。仕方ねえ、血と強引だが船を寄せて直接叩くしかなさそうだ。多少の無茶はしょうがねえ。ローラ、頼めるか。了解しました。では、行きますよ。先ほどと同じように船尾の制御装置の破壊を。その後速やかに離脱してください。逃げないでよ。あまり時間の猶予はない。船体の制御装置を叩くぞ。からのこのこの合ってるやつよ。早くここだ。合ってるぞ。いい連携だったよみんな。ようやく調子が出たってとこね。次に備えるぞ。乗り込んできたぞ。増援を呼べ。6番艦の敵討ちだ。警告まだまだ。エーテルクローに不具合発生。主導操台の機械を停止。敵陣を向かっても艦艦は混戦状態だ。コントロールユニットに異常を検知。まだ来ない。エーテルクローに不具合の可能性あり。ライオンのフューリー。まさか艦を落とすつもりか。敵はたかが低くだろう。惚れする戦いぶりですよ。さすがは歴戦の機空士。足りめだ。コンクレお茶の子さいさいだぜ。よし、このまま突っ込むぞ。みんな備えてくれ。俺はガランツァ、最強の白狼兵団を率いる最強の男。この野郎、グランサイファーに何しやがる。細かいことをごちゃごちゃと。さあ、そんなことよ、試合をしようぜ。楽しませてくれよな。あたしに槍で挑む気？オーケー、やってやる。俺の体をここまで困らせたのはお前らが初めてだ。コタロ、お前たちの目的は何だ？なぜルリアをさらった？目的？俺はせーのとやり合うのが生きがい。今日は久々に楽しめそうだ。会話になってね。こういう輩は苦手なんだ。じゃあ、かき倒せ。必要なものを拒否した。ひらめけ、プロミネンスフレア。いいじゃねえか、いいじゃねえか。ここだ。おい、慎重に戦え。空気が振動している。まだまだ見かけ以上に凶暴みたい。無節操、受けてみなさい。たく、なんつう攻撃だよ。しまった、対応難しいね。その場でガードした方が安全だ。そんな、このままじゃ危ねえぞ。やるじゃん。
いい感じ。インフィニットワンダーズ裏抜け。破壊すんだ。撃ちます。いけ。そこ押さえ。まだまだ覚悟しろ。これこれなんだ。ありがとう。熱いんだから。よっしゃ。よっしゃ。どうだ。ちょっと消耗してるはず。まだそこが見えないな。もう一度。ありがとうよ。こいつを使っても良さそうだな。槍が復旧した。奥義山嵐。今ね、よっ、これでとどめ。危ない。インフィニットワンダー貫け。貫け。アルペン逃がさないわよ。セイコア。いい感じ。セイいけ。シャッ。どっちかってこい。突っ込む。本気だっていい。やっぱこいつマジ。ゴサラがよりヤバいんじゃ。その槍手仕様ってあげる。これで決める。プロミネンスダイブ。カタリナ追撃する。せめてやつはグランチョー。任せてください。いくよ。プッツンしてるようで、こいつはとんでもねえ武人だぞ。注意しろ。そして、芝居だ。ここだ。そこ、いけ。助かる。突っ込む。ここだ。そこだ。ここまで楽しめると、今日はついてるぜ。まだまだ付き合ってくれるよ。しまっ。まだまだよ。あれ、重い。貫け。貫け。力を貸して。逃がさないわよ。ぶっ飛べ。この神明を落とす価値がある。もう十分お楽しみいただけたのではなくて。新手か。久方ぶりの大勝負だ。見逃せ。あら、ずいぶんとおつむがお花畑ですこと。これだけの損害を招いておいて、リリス様にどう釈明されるおつもり。はい、分かった。帰還するとしよう。お前ら次に会いまみえしとき。
試合の続きを楽しもうぞ。そう、おい、さっきの姉ちゃんもいなくなってるぞ。あの身のこなし、彼女もただものではないもの。ローランドの赤い船は？問題ありません、読み通りです。彼らは霊峰ネジュリスを目指して。おっと、船へのダメージがでかすぎる。まずいなこれ。くそ、直したばっかだってのによ。苦労かけるな、グランサイファー。役に立つかな。あら、ふぶいてきそうだな。だがこのまま追跡するぞ。私たちが追う赤い船は粉雪に身を隠すようにしながら目的地へと向かっていた。ロンターニュ島、連なる白銀の山々はその凍りついた世界で訪れる者に試練を与える。島に近づくほど空は白に染まり、打ちつける吹雪がグランサイファーの傷をえぐっていく。それは私たちの来訪を拒んでいるかのようだった。この嵐の中じゃ船が持たねえ。あの断崖につける。ちっとばかし揺れるぞ。ローランさん、ちょっといいかしら。吹雪が起こる前、遠くの空に光が見えたわ。テンペールの時と同じような。ね、あれはやっぱり。はい、おそらく間違いありません。教団が向かった祭壇はそのあたりでしょう。そうなるとまた聖少女が暴走させられてしまうのかしらね。だとしてもルリアが待っている。二の足を踏んでいる時間はない。ちょっと待ってくれ、グランサイファーがもう限界だ。また修理しねえと厳しいぜ、こりゃ。それにこの吹雪、今は収まるのを待つしかなさそうだ。
他に道は。君たちほどの実力があればあるいは。ローランドの何か考えがあるのか。この先に進んでいくと古い聖堂がありますよ。そこで仲間と落ち合う予定なんですよ。彼女に案内してもらえばこの天候でも祭壇へ向かうことが可能になるかと。そんじゃ頼るしかなさそうだ。急ごうぜ。道中きっと魔物も出ると思いますが、テンペールを救った君たちなら問題ないでしょう。しかしグランサイファーを置いていくわけには。それなら僕にお任せください。吹雪が晴れたらすぐに出せるようここに残って整理しておきますよ。いや、しかしだな。こう見えて僕便利屋ですから、船の修理は得意なんです。ぜひお願いします。ま、団長がそう言うなら。ラカムったら強がっちゃって、未だにグランサイファー離れできないんだから。え、バカ言うな。そういうんじゃねえよ。ローラン、グランサイファーのこと頼めるか。もちろんです。ラカム君の大切な相棒をきっと元気にしてみせます。それじゃあ凍えちゃわないうちに先へ進みましょう。早くルリアを助けなきゃ。サップ、ルリアちゃんを早く連れ戻してあげないと。崖から滑り落ちたら大変ね。気をつけなきゃ。氷漬けの野郎は随分にぎやかになってきたじゃないか。囲まれねえように注意しろよ。うっかり壊して潰されんなよ。逃がさせて。どこそれ、遅い、今せいせいせい、まだまだ確保しろ。行け、
開けねえな。気をつけて進もうぜ。やった！ごきげんよう。あなた方に支援はございませんが、リリス様に弓引くことはお勧めしませんわ。ごめん遊ばせ。お嬢、殺すなって命令だったんじゃ。あのガランツァ将軍と渡り合える相手、多少の足止めにしかならないでしょう。引き続き彼らを監視なさい。はっ。さて、この山にとってあなた方は望まぬお客様。大自然の眼差しにお気づきになることはできまして、もう落とされんのは勘弁願いたいぜ。みんな待ってちょうだい。
ていうか、ま、加減しないけどね。ロラ、巻き込めるか。教団の連中に襲われちまってな。今は崖下で魔物と戦ってる。生きに来たんだ。対抗する。暴れる。しも貫け。もしかすると地下まで通信が届かねえのかもな。そんじゃ早いことこいつを片付けて上に戻る道を探さねえとな。見せてやったぜ。そんじゃま、先に進ませてもらおうじゃねえか。まだまだ余裕あるみたいね。ねえ、教団の人たちってなんでルリアを連れてったのかな。教団を束ねるリリスに。へい、ここだ。イスタルシアへ至るためと言っていたけれど、少なくとも彼女はルリアちゃんの持つ力に気づいているようだったわ。どんな理由があろうとも無理やり連れ去っていい道理ではない。必ず助け出す。そうだな。とにかく今はまず逃がさないわよ。しかし
どこに魔物が潜んでいるかわからないのに油断はできないのに。もう一丁刺すような寒さ。ノースバスの量を思い出しま。ああ、カニ漁に行ったんだっけか。どうだったんだ、お味の方は。忘れられない味だったぜ。上がって。ここを登れば地上に出られそうだぜ。誰もいないな。なんだこのでっけえ扉は。待て、何の音だ。こいつら追ってきたのか。外の吹雪が強くなっている。どうやら迎え撃つしかないみたいな。本気出していい。受けてみなさい。バカではない。任せて。貫け。インフィニットワンダー。貫け。仕掛ける。かわいい。行くわよ。いい感じ。ああ。ですね。確かにな。任せてちょうだい。エンチャントランド。じゃあ、このまま行くよ。ぶっ飛ぶ。ここ。いけ。どうだ。テイク。おさえ。さすがにこのままじゃ自分だ。なんとかしねえと。今方針は貫け。
チャンス。私が行く。私が前に出よう。この状況気が抜けないわね。一体何が起こったの？待っておったぞ、旅の気空団よ。我はイストリアス、マロース表層院の長である。ぶしつけで申し訳ないが、ローランドの仲間というのは貴殿のことだろうか？いかにも。この山にアビア教団が来なかったか？赤い船なんだが。祭壇のあるこの先へと降りていった。キャツらが踏み入ったせいで星神様が覚醒してしまったようだ。ここでも星神様。この先に聖少女がいるのは間違いないみたいね。空に荒れ狂う吹雪は星神様の怒りによるもの。我はそれを沈めに参った。ねえ、私たち教団の人たちを追ってるの、一緒についてってもいい？この先に続く道は聖域、道中の扉は我の術でしか開かぬ。だがよそ者であるウヌラをみだりに立ち入らせるわけには。ルリアは私たちの大切な友達なの。一緒に行かせて、お願い。うん。たとえ断られても諦めません。わっぱと思いきや似つかわしくないほどに強胆だな。ローランが入れ込むのもうなずける。なるほど、マナコに耐えぬ炎の意志を宿し、容易にならざる宿命を背負っておる。相分かった、好きにするがよい。やった、ありがとう。聖域ではあるが、毛量どもがはびこる道でもある。ウヌラにも働いてもらうぞ。望むところだ。さあ先を急ごう。絶霊の座にいでまし星神よ。その隔たき御心のもと、隔絶の門を開き導きたまえ。何？とんでもない魔力。私も氷の魔法には覚えはあるが、これは尋常ではないな。術は。参ろうぞ。ほっ、いいね。だこの先にあるはトルダーム宮、星神様のおわすところだ。なんかいよいよって感じだな。気合い入れていこうぜ。ここの扉も封印されているわ。我に任せ。せいっ、絶霊の座に入れまし星神、その気高き御心のもと、隔絶の門を開き導き止まえ。歓迎されてんな、クソさんの息がいい。生きるで霊障が途切れれば陣はない。故に我は術式に集中する。
能量どもの相手を頼むとか。承知した、イストリアス殿。守りは任せてもらおう。せやんちゃん、ぶっ飛べ。おい、魔物どもの狙いはイストリアスなのか。これあの強大すぎる魔力に引き寄せられているのかしら。しかしここはイストリアス殿を頼るほかはない。死するぞ。ほらほら来ないの。行く。水の精霊化粧化した姿がこの地に適応した結果、魔物に邪魔されて印象が止まっちまう。ピストレアスを守らねえと。逃がらしい敵が明らかに。弱そうなやつだから油断すんなよ。すまぬけ。止まっちまった。危ない。やろう。ダンスダンスダンス。ぶっ飛べ。ピストレアスが狙われてるぞ。援護してくれ。これ式前ここだ。今応援が来たぞ。一気に蹴散らしちまえ。止めなさい。はい、残念。ヒール、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 力を貸して。ぶっ込む。受け止めろ。貫け。これならどう。当たれ。よくぞ。覚悟しろ。しい敵が来やがった。弱そうなやつだけど油断すんなよ。終わらせる。もらった。受けてみなさい。アルベ貫け。巻きかせなさい。行け。今援を頼める。ほらほら、
これで先に進めるな。うぬらは大した手だれのようだな。先の比例を浴びよう。ふふん、もっと頼ってくれてもいいんだからね。うん、期待させてもらおう。来た、そこ行け。大切な日を救わない。独り言だ。吹雪が止んだ。胸騒ぎがする。急ごうか。入り口の扉も頑丈そうだな。我が開こう。絶霊の座にいでまし星神よ、その気高き御心のもと、隔絶の門を開き、導き止まえ。でっけえやつが来やがった。油断すんじゃねえぞ。この異様な気配、波の魔物ではないな。
こだ。ヒストリアスのヤバそうだ。魔物を追い払ってくれ。起きなさい。突っ込む。集中して逆撃ちない。開放する。そんな、まだまだ貫け。あっかれ。インフィニットワンダ。このままじゃ効率的になる。ヒストリアスもヤバそうだ。魔物を追っ払ってくれ。危ない。危ねえぞ。ねじくれ。見せてあげる。この槍の力。ミオさん、魔物が来るぞ。せや、こっそ来ないよ。飾りが任せてくれ。氷の花と耐えてもいい。ヒストリアスも狙われてるぞ。援護してくれ。グレンドコラッション。いい連携だったでしょ。みんなこの調子で。ここに魔物だ。よし、ここでやっと武器を撃ち出し。はい、行け。なんか調子出てきた。ヒストリアスもヤバそうだ。魔物を追っ払ってくれ。力を貸して、インフィニットワンダ。大丈夫か。そこ、せい、ここだ。もう一個、まだまだ。来なさい。魔物だ。せい、アルベ、援護を頼めるか。ガン、ショット。カッ。陣の完成は魔物。時は満ちた。毛量どもよ、消え去れ。なんとかなったみたいだな。手間をかけたな。さ、行くぞ。役に立つかな。それ。やった。そこ。いけ。捕まる。言われなくても。あとは任せろ。アルベ。貫け。インフィニットワンダー。貫け。いよいよね。妙だな、静かすぎる。いただき。それ。やった。武器の強化ですね。はい、受けたまわります。くれぐれもお気
どうも